結ク部、ベル測定器。加速した、電子、陽電子が衝突した際に発生する種子の粒子を、この部分で観測する。結ク部とは、高エネルギー加速器研究機構に設置されている電子、陽電子衝突加速器。衝突部には、ベル測定器が置かれ、CP 対称性の破れの研究が行われている。B 中間子が大量に生成されることから、B ファクトリーとも呼ばれる。 結ク部を5年かけて改造し、性能を40倍に高めたスパーーキック部が2018年3月21日に稼働した。結ク部の前身となる加速器が1986年に完成したトリスティンである。文部省高エネルギー物理学研究所が5年の期間と870億円の費用をかけて開発した円形衝突加速器である。円形とはいえ、電子、 陽電子衝突実験を行うため途中に直線加速器を接続し、緩やかな屈曲部でつないだ八角形型のトンネルからなる。非電子発生用加速器と電子、陽電子線形加速器の長さは400メートル、入射蓄積リングは、 約370メートル、シュリングの周長は3キロで、地下11メートルの深さのトンネル内にある。直線加速器の途中には、実験装置を収納する施設が設置されており、それぞれ、日本の地名にちなんだ名前が付けられている。つくば、穂、富士、日光の4カ所である。シュリング内を、電子は右回り、陽電子は左回りに回転し、これらの実験室で衝突する。 なお、八角形型になっているのは、電子、陽電子がシンクロトロン放射光でエネルギーを損失する屈曲部の曲率を少しでも減らすためである。トリスティン実験は、トップクオークの発見と標準理論の検証を最大の目的として始まった。トリスティン実験では、最先端技術が多数投入された大型プロジェクトとして注目を受けていた。 電子を加速するための高周波空洞には、トリスティンのために開発した五連型、超電動加速器空洞が投入された。また、現在のベル実験装置のひな型になった、トッパーズ検出器なども開発されて、実験に用いられるなど、後のベル実験にも、その経験が生かされている。トリスティンでの研究成果は、ゼータレイの質量決定やフェルミオンの世代数決定に対する、 を等であるこの実験でもいられた装置群は改良を行った後以下の節に記載する結局加速器へほとんど全てが転用されることになった改良を行ったポイントは高調波減水型超電導加速器空洞8台を導入しクラブ空洞によるバンチ衝突核の適正化によるルミノ式の向上や非対称型になるためトンネルを再活用してそこに 新規の加速器を設置したことなどが挙げられる。また、衝突点における実験装置も複合型実験装置にすることで簡素化を行った。これらと同時に直線加速器の大強度化を行い、最終的に結局部実験へと引き継ぐことになった。周長 3km の加速器部分。外周を走るのが電子の通るリングで、内周を用電子の通るリングが走る。 スパーキック部の6極電磁石結区部加速器は電子、陽電子非対称エネルギーの円形衝突加速器である。加速器の建設には1995年7月に一連の実験が完了したトリスタン実験装置のトンネルが再利用された。費用は380億円で1998年度に完成し運用を開始した。 8.0ギガ電子ボルトの電子と3.5ギガ電子ボルトの非電子用に周長3キロの加速キリングが2つ設置されている。電子、陽電子衝突によるプシロン中間子を経由して B 中間子と半 B 中間子の体が生成される。CP 対称性の破れの測定感度を高めるため高輝度における電子、陽電子衝突を実現させ、 より大量の B 中間子を生成できるように設計が行われた。現在は毎秒10個以上の B 中間子、半 B 中間子体が生成されている。また、期待小エネルギーによる電子、陽電子衝突により生成された B 中間子をローレンツブーストし、崩壊するまでに0 2ト、mm、ル程度飛行させる。この現象を利用して B 中間子、 ハンビー中間市の崩壊の様子を、時間依存性も含めて詳細に調べることが可能となった。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生すると、つくば市においては、震度6弱を観測し、高エネルギー加速器研究機構では、敷地内で道路が陥没したり、建物内の装置が倒れたりするなどの被害を受けた。 結区部自体にもビーム入射装置の電磁石が落下したり、ソリ子シ実験の入射装置内部を真空に保てなく、なるなどの被害が生じた。トンネル接合部からは、地下水が地下室の床に漏れ出した。機器の被害の程度を確認するためには、電力が必要であるが、平常時の実験では、一般家庭10万個分ほどの電力を用いる設備で、あり、 地域での電力消費が少なくなる夜中に、点灯する照明を減らし空調装置も止め、電力量も平常時の30分の1以下に抑えつつ、状況の確認を行った。ソリウシ反応の起こる数は、反応の起こる断面積に加速器の性能を示すルミノシティをかけたものである。反応の起こる断面積は不変であるから、高いルミノシティを持つ衝突型加速器が B ファクトリーとして、 高性能と言える。そこでケック部は2010年で一旦運転を終了し、40倍のルミノシティを目指すスーパーケック部に改良された。この改良で電子のエネルギーは7ジェブ、陽電子のエネルギーは4ジェブに変更された。また、電流は電子が 1.4A から 2.6A に、陽電子が 1.8A から 3.6A を目指している。また、 電子と非電子のビームのサイズも縮小された。これらの改良により、ケック部が持っていたルミのティの世界記録を超えた LHC をさらに上回る高性能化に成功した。ありがとうございます。